ソニーブラビアブラビア2019年3月まではソニービジュアルプロダクツ2021年3月まではソニーホームエンタテインメントサウンドプロダクツから開発発売されているデジタルハイビジョンテレビ及び法人向けディスプレイのブランド名本ブランド名は日本国外においても用いられているが本校では主に日本国内における製品について記載する ブラビアはベストレゾリューションオーディオビジュアルインテグレーテッドアーキテクチャーの略称で2005年8月にソニーの経営不振の主要な原因になっていたテレビ部門の復活を込めてブランド変更された以前のブランド名はベーガであった一方同社の業務用液晶カラービデオモニターのブランド名はルマである韓国サムスン電子との合弁会社 SLCD で 生産する液晶パネルおよび液晶モジュールを使用することで短期間で液晶テレビの供給体制を整えた2005年の年末商戦で成功しシャープのシェアを圧迫するまでに売り上げが回復した国内では液晶はシャープのイメージが強くアクオスが圧倒的に強いが海外ではソニーのブランド知名度の方が高く2006年の 液晶テレビ世界シェア1位はソニーだった。2007年にはフルスペックハイビジョンのラインナップ拡充が遅れたためシェアを落としたが同年9月に市販品としては最大の7 0ト型を含むフル HD の15製品を一挙に発売した。また2008年3月にはソニー最小の1 6ト型を発売した。2008年2月26日にはソニーは シャープが堺市の堺千北臨海工業地帯に建設する液晶パネル工場にソニーが資本参加すると発表した。新工場の建設と運営をシャープとソニーの合弁会社が行う形となる。ソニーはサムスンからの提携から撤退し、シャープとの合弁会社から液晶パネルの供給を受ける。リアプロジェクションテレビは フルスペックハイビジョンの SXRD パネルを採用し、色域や応答速度、コントラストを従来モデルより引き上げた A シリーズと透過型小型液晶パネルを使用した廉価版の E シリーズがあるが、2007年11月までに全機種生産終了し、ソニーは長年生産してきたリアプロから撤退した。テレビ CM には女優の北川慶子を起用している。 それ以前は、女優の篠原涼子とミュージシャンの矢沢永吉を起用しており、篠原は V5 及び EX700 シリーズ、矢沢は F5、W5 シリーズとモデルによって使い分けていた時期もあり、以降は川口春奈が起用されていた。また、2010FIFA ワールドカップオフィシャルテレビということもあって、サッカー日本代表、内田篤人を起用した CM もあった。 2018年10月より、ブラビアをはじめとするソニー製品は、日立チェーンストールでも販売されている。4K、8K チューナー内蔵機種は、ACAS チップを本体に内蔵しており、デジタル放送視聴時に必須となる BCAS、またはミニ b CAS カードを紛失、損傷する心配が解消されている。2010年までは生産された大部分の機種に、 アナログ映像からハイビジョン映像まで様々な映像信号をリアルタイムに解析し、高コントラストで精細感のある映像を作り出すブラビアエンジンを搭載。2011年からはデジタル放送完全移行に合わせて超解像技術を応用した新エンジン X リアリティを搭載し、上位モデルのみ X リアリティに図かななチップを搭載した X リアリティープロを採用する。後に、X、リアリティープロセッサーと、図下7チップは、X、リアリティープロプロセッサーに集積化、テレビの 4K 化に伴い、4KX、リアリティープロへと進化。2015年からは 4K モデルを中心に、4KX、リアリティープロ、トリルミナスディスプレイ、X10 デッド、ダイナミックレンジを統合した、X1 プロセッサーを搭載する。 2016年の Z9D シリーズよりフラッグシップモデル向けに X1 エクストリームプロセッサーを搭載し2017年モデルには HDR-X1 をほとんどのモデルに搭載する2018年には X1 エクストリームの後継として X1 アルティメットを発表2021年には脳のように処理する認知特性プロセッサー XR を発表した 大部分のモデルでは倍速液晶技術モーションフローを搭載する。モーションフローは160秒のコマとコマとの間に発生するぼやけを補正して保管映像を生成する IB リダクション機能を業界で初めて搭載した。また倍速液晶技術に関しては160秒のコマとコマとの間に3コマの保管映像を生成し挿入する。 世界初の4倍速液晶技術が2008年にブラビアに搭載され、現在も上位モデルを中心に普及している。2018年モデルの液晶テレビからは、モーションフローの進化型として、倍速パネルと LED バックライト制御を組み合わせた X モーションクラリティを搭載している。有機 L テレビの X モーションクラリティにおいては、 U K L ールパネルの発光エリアを高密度制御する形で2020年モデルの A9S と A8H シリーズから搭載された。一方で 4K モデルの発売に合わせてトリルミナスディスプレイと X10 デッドダイナミックレンジを搭載している。さらに LED バックライト制御機能では H 型にはスリムバックライトドライブが直下型を採用した Z9 シリーズには バックライトマスタードライブを搭載している。全シリーズ共通のユーザーインターフェースとしては、クロスメディアバーの採用が特徴。当初は2005年9月に発売された X シリーズのみに採用され、携帯電話のような折りたたみ型のリモコンも特徴であったが、2006年9月に発売された X2500 シリーズではこれらのものを廃止し、 使いやすさや見やすさを重視した新シンプルリムコンが採用されている。その後、2007年4月に発売された J3000、J5000 シリーズから、クロスメディアバーが復活し、全シリーズに採用されるようになったが、2011年春、モデルからは再び廃止され、新しい UI が採用された。2007年9月以降に発売された一部機種には、 無線通信を使用し画面に向けなくても操作できる置きくリモコンが付属している。2015年モデルからは Google のテレビ向け OS である Android TV を搭載しマイク内蔵リモコンまたはテレビ本体に直接話しかけることによる音声検索や Google Play Store によるアプリの追加、Chromecast 接続が簡単にできるようになった。 Android TV 搭載でチャンネルポンは廃止されたが2017年モデルから復活し2016年秋モデルのみ2017年6月の OS アップデートで対応した。また2018年モデルから搭載されている Google アシスタントは Android TV を搭載した2017年モデル。 および2016年モデルの一部にも2018年9月にソフトウェアアップデートによる機能追加によって搭載されるようになり、Amazon Alexa は2018年秋モデルの A9 回、Z9 回シリーズに加え、Android TV 搭載の2016年以降のモデルでも2018年10月のソフトウェアアップデートにより対応する。シャープの 亀山モデルに対抗して、稲沢モデルを名乗ったり、ワンセグ対応携帯電話でも、アクオス携帯に対抗して、ブラビア携帯を発表したりと、アクオスを意識している傾向が見られる。なお、地上デジタルテレビジョン放送非対応機のみが、最後まで生産されていたトリニトロンカラーテレビが2007年4月に、生産を終了したため、ソニーは、ブラウン管テレビ及び地デジ非対応テレビが、 ラインアップから消滅した。また、ベがブランド時代は、プラズマテレビの販売もしていたが、ブラビアブランドのプラズマテレビは、ラインアップされていない。ソニーは、当初から37型および42型の液晶テレビは販売せず、その代わりに40型を販売している。また、かつては、衛星アンテナとアンテナ周辺部品を自社生産しており、ブラビアカタログにも、 ソニーブランドの衛星アンテナと分配器などが掲載されていた。しかし赤字拡大などによるリストラや組織再編の一環として2014年までにソニーはアンテナとその周辺部品生産より撤退。ブラビアカタログからソニーブランドアンテナは消えソニーショップへ供給される衛星アンテナとアンテナ周辺部品は他社製品へと変わっている。 2021年春モデル以降の型番法則は以下の通りである。ブラビアは2021年4月現在、24ボルト型、32ボルト型、43ボルト型、48ボルト型、49ボルト型、50ボルト型、55ボルト型、65ボルト型、75ボルト型、77ボルト型、83ボルト型、85ボルト型、 9 8ト型の13サイズがある。画面解像度は2 4ト型は、HD、3 2ト型は、HD とフル HD の2種類、4 3ト型は、フル HD と 4KUHD の2種類、4 8ト型、8 3ト型のサイズは4、KUHD、8 5ト型は4、KUHD と 8KUHD の2種類、 98V 型は 8KUHD となる。なお、個人向けモデルと同一のラインアップで、ホテル、旅館の客室、デジタルサイネージ運用などに向けた法人向けモデルがあり、後述するディスプレイモデルの BG35 回、BG シリーズ 8K テレビのキロジュール9 8 Z9G、BG 同様に専用機能として、プロモードや HTML5 が搭載されるほか、 3年間保証が標準付帯され、専用電話窓口の利用が可能となる。なお、2021年4月時点で、Z9H、Z9G、A90J、A80J、A9S、A9G、A8H、X95J、X90J、X9500H、X9500G、X85J、 X8550H、X8550G、X8500H、X8500G、X80J、X8000H シリーズを除く 8K、4KUHD モデルで BS4K、110度 CS、4K 放送を視聴する場合は、別うじの外付け 4K チューナーが必要となる。XMB や折りたたみリモコン、ベガゲートなどは、 液晶、ベーガから引き継がれている。この機種から、新シンプルリモコンが登場し、XMB や、ベガゲートなどのナビゲーション機能は排除された。ブラビアネットチャンネル対応機種であれば、現行のソニーエンターテイメントネットワーク内のほとんどのサービスが利用可能である。ブラビアは、店頭でメーカーの稲沢さんというポップがついている。ブラビアの設計、 一部電子部品の製造、製品の組み立て、検査、梱包などは、愛知県稲沢市にある、ソニーグローバルマニュファクチャリングオペレーションズ、株式会社稲沢サイトで行われている。しかしながら、シャープの亀山モデルとは違い、ソニーの場合は、液晶テレビの重要デバイスであるアモルファス、TFT 液晶ディスプレイパネルを、SLCD などの海外や、 堺市の堺ディスプレイプロダクトで生産している。SLCD は、サムスン電子とソニーの合弁会社であり、堺ディスプレイプロダクトはシャープが約46%出資して、ソニーが約7%出資している会社である。そこで生産されているパネルはサムスン電子もしくは、シャープの基礎技術がベースとなっている。なお、A シリーズ、E シリーズのリアプロに関しては、 SXRD パネル、10型液晶パネルの生産は、ソニーセミコンダクタ九州熊本テック、セット組み立てはソニー MCS、一宮テックで、ソニー独自の手によって行われている。欧州向けは、スペインのバルセロナ、スロバキアのニトラ、米州向けは、メキシコのティフアナなどでも製造している。ハッピー、ベガソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズが、NTT ドコモ向け、 および KDDI、沖縄セルラー電話の各 AU ブランド向けに販売している携帯電話。競合他社製品として、シャープのアクオス携帯、日立のウー携帯、パナソニックのビエラ携帯、東芝のレグザ携帯などが挙げられる。日立コンシューマーマーケティングリビングサプライ社が、日立ブランド薄型テレビ &BD レコーダー、ウーの国内販売を同年9月限りで終了したため、 海外では2019年発売の Z9G シリーズより搭載。バックライト、マスタードライブは2016年秋モデルの Z9D シリーズと2019年春モデルの Z9G シリーズ、2020年春モデルの Z9H シリーズのみ搭載。43V 型や 49V 型などの一部サイズはテレビ本体にマイク非搭載。 電源オフの状態でテレビ本体の受講部に向けてリモコンのチャンネルボタンを押すだけで電源オンと選曲を完了しボタンを押したチャンネルですぐに視聴できる機能。東芝と日立リビングサプライも同時期にアンテナ自社生産を終了したため自社ブランドアンテナを販売する国内大手電機メーカーはパナソニックのみとなった。2020年モデルのうち 4KUHDUKL モデルの A9S は例外となる。2010年秋モデルの HX80R シリーズと EX30R シリーズは例外。2011年春モデルの CX400 シリーズは例外。2012年春モデルの EX540 シリーズは例外。海外ではこの映像がマイケルのアルバム Dangerous の CM で使用されている。 ところ、ジョージがテレビを運ぶ CM が有名だった。ありがとうございます。